るな。また右に転落してしまった。
いや、なんだろう。4、5、4、4かな。いや、4、2、3、4、4のエンドぐらいか。回転数高いよな。4だな。の寸前無理だな。ちょっと曲がってる。怖え。ギアいくつや。回転高い。90度コーナー抜けた後、デート。
1個前が4のエンドぐらいで終わってるから3だな。このカメラなんかガツンって毎回下がってくるんだけど、あれ正しい動きなの？
この首の、ここのし、あれか、一周が短いだけか、全然減ってねえや、燃料。もう、半分近く走ってて、ね、給油する必要がなさそう。つうか、ランボルギーニが燃費悪すぎんか。ところもリバインド使うんだったら難易度も1個上げてもいいかもしれない。
グランツだったらもっとアウトに広がってくれるのになって思ったんですけど、インツメタは来るな。オープンになってるわけじゃないの、明るくなった時黒いバーが見えた。ランボルギーニと燃費全然違うな。今朝も
構あるな。
結構ギアがおかしい。すぎやろあれ。あー止まらない。タイヤきついかも。あと4週間これ入れて。ほんと燃費いいな。さっきまでのカウンタックの燃費の悪さに比べたら全然燃料減ってないんじゃないかっつうぐらい減ってないよ。半分ぐらいやな、まだ。やっぱトータルでレースで勝てる車を作ってるのと直線番長で違うな。
遅っ、すんげー遅れた。はい、来てるわ。いや、なんか滑ってるぞこれ。方向がおかしい。いや、もう本当にダメだな。タイヤ食いつかないでね。いや、ダメだな。とかなんだろ、それでも増やせないと。一番長くて20周ぐらい。ちゃんと選べるようになったんだよ。惜しかったんだよ、長くする機能。3周で勝負つけるって相当無理しないとさ、攻め、ハードプッシュし続けないと勝てないんだよね。周回数が長ければ長いほどプレイヤーが有利。最初の順位がそう変動しないって3周じゃ。操作が雑だからギアボックスがちょっとダメージになって、あとタイヤがもうあかんね。滑る、膨らむ、全然食いつかない。
直線とかありえない。とか考えてないだろうからな、しょうがないよな。どこでプレイヤーがリワインドし始めるかわかんないよな。仕方ない。逆にレース3周いいっていうのがわけわかんないんだけど、まず勝負になんないと思うな、3周じゃ。だいたいレース始まった直後ってこうやって渋滞してるしさ、抜けないしね、こんなにたくさんいるとね。なんか運がよくさ、こう道が開けてスッと抜けるときはそのまま3周後に1位になってるかもしんないけど、そうじゃなきゃまず順位ほとんど変動しないままレース終わるし、クラッシュするかもしれないし。川田583番隊、マラソンと一緒か。そうかもわかんない。集団でごちゃごちゃしてるときに抜くのはきついんだよ、やっぱ。あの弱虫ペダルの最初の集団で走ってるときみたいな感じ。あれだって最初なんかパレード区間があるからばらけるまでさ、少しばらけるのかもしれないけどさ、8周とかね、少なくても6周ぐらい欲しいよ。最初の 1,2 周はもうなんか渋滞から抜け出すとか、渋滞の中でクラッシュしないので精一杯だ、だいたい。デコの3周がどんだけ難しいことか。長いほど有利。どうにもなんないんだもんな、あんな渋滞してるとさ。接触してスピンとかするんだよ、特に最初のうちは車が多いから。それで勝負していい上位食い込めってのはねちょっと無理があるんで、設定に3周とか2周とかさ、ありえない。6周ぐらい欲しいよね、最悪。だったら事故んなければまあなんとかなるかなって感じがする。3周はもう何回もやり直して奇跡が起きたところを抜き出すしかないって感じ。ありえないよな。2周の後半でやっとなんかこう安定してきたかなって感じだから、そこから1周ちょいぐらいで1位まで上がれっていうのが無理があるわ。1周で10台抜くとかさありえないよ、こんなミラクル起こせっていう。初
周回数選べるようになって本当よかった。それでも難易度下げれば周回3周でもクリアできるんだと思うけど、なんか難易度下げてもいいからちゃっちゃと進めたいっていう人とさ、一個一個のレースしっかり楽しみたいっていう人とさ、いるからさ、特に難易度上げてプレイしようと思ってる時に3周でどうにかしろっていうのはね、きついよ。この車リアのさ、真ん中のところがなんかスマホの充電の USB の口みたい、なんかマイクロ USB あそこに挿して充電できそう。そこなんか USB 刺さりそうだ。充電できそうやな、あそこ。路面が空になってるような気がする。透けて、この後、じゃあ、もうちょっと先か。そこの、ヘアピン曲がった後や、なんか地面が透けてるような気がする。空が見えて。ちょっと後よね。この次ぐらいかな。この次だ。この次。地面。この次だ。ここ、なんかあそこ地面透けてるよな。白いもんな、なんか。それとも手前にガードレールがあるのかな。でも、車の後ろが透けてる。
車の下が透けてるような気がする。なんか床が鳴ってテクスチャーが透けてなくなっちゃってるよう、ね、なように見えるんだけど、気のせいかな。次、あー、タイヤの下が白い。やっぱ床が抜けてる、バグってる。まあ致命的じゃないからいいんだけど、数ヶ月後に面会見たら治ってんだろうな。忘れた頃に、そういえばどうだったっけって言って見ると、きっと治ってるわ、しれっと。うわ、でもなあ、な、大したことないからな。どうせいつもゲームって出たばっかの頃ってマルチの辺でなんか問題が出るから、マルチプレイで問題がボコボコ出ちゃったらそっちに切り取られて、あんなの直さないからな。なかなか大したことじゃないし、大体マルチで問題出るよね。床が抜けてる。
かなかなか上位に行かないな。上位に行くところまで見ようかと思ってたけど、まあ激しいな。3位まで上がってきたね。あと2台や。黒いフェラーリ2台。やつかな。フェラーリ前の2つ。横はギザギザしてる。おいら。いいから抜けてる。もうちょっとってとこで
トルおかしいやつがいるからさ。ヘリに見られてるあれ。動きが。